気配を感じた。もはや肉体すら持たない。幻や影や思考の断片。ここを変えなきゃならないんだろう。解決の糸口はきっとあの単語のどれかにあるんだ。お、そうかい。そうさ、言葉を使うんだ。鋭い洞察だな。なあ、だろう。俺の助言に従ってりゃ間違いないって。お前が勝手に何かやるからトラブルに巻き込まれるんだ。うるさいぞ。アラン、今の俺はお前に喋らされてんだぜ。冒頭忘れたか。俺じゃ誰だっておかしくなる。とんでもない、最高じゃないか。お前の回復にも役立つぜ。ウェイク自身の言葉があたりに散乱した。ゴミの山だ。彼の著作が彼に襲いかかる。ハードカー神くずの群れだった。テレビに映る奇妙な映像は前にも見た。ここでの奴は明らかに常軌を逸していた。まるで自作の主人公を破滅させる破綻したストーリーテラー。何やってんだ。
倉庫に入るにはまずドアを開けるんだよ。じゃなきゃ進めないぜ。暴走なのになぜこんなにややこしいんだ。お前がややこしいからだよ。でも俺は。あり。